ファンネルが始めるバイオハザード RE2 やっていきたいと思います、発売した12時から私やっております。はい、ということで、じゃあね、コスチュームとかもいろいろなんか手に入ってるんだけど、変えてしまうと私の中のレオン像とかね、ちょっと壊れるんでとりあえず通常のコスチュームでこれレオンやっていきたいと思います。で、ゲームモードか、どうしようかな。照準、体力が一定値まで自動回復、敵の強さが少し、これ多分スタンダー、あ、セーブにはインクリボン、あ、ハードコアになってインクリボンが必要になるってことは、スタンダードは必要じゃないんだ。すごいね。オートセーブがありません。敵の強さがあります。あー、本当はね、ちょっとこの簡単な方でいこうかなと思ったんですけど、じゃあまあスタンダードでいいか。はい、じゃあスタンダードでやっていきます。はい、ナウローディング。いや、今日ちょっとね、風が強いからちょっとビクビクするかもしれない。お、あ、びっくりした。違うよねこれ、ハンバーガーかリアルだな、すごい。自分こそ酔ってたんじゃないんですか。何杯飲んだんです。いや、一滴も飲んでなかった。またまた。まあ聞いてくれ、その女が近づいてきたから、そいつの目や鼻を見たんだ。まるで顔全体が、うわー、ゾンビだね。立ってるようだった。まるで死人さ、歩く死人みたいで神さんみたいで神さんみたい。その夜は眠れなくて。まあまあ落ち着いて、気を強く持たないと。おっと、ノイズ。負けちゃダメですよ。それはそうだけど、恐怖で固まってると歯をむき出しなんだよ、いいとこだったのに。なんでノイズ入ったんだろうね。あれ、この辺もオリジナルの時からあったっけか、このトラック。眠いな。あ、やばい、やっちまった、やっちまった。うわあ、いや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 、嘘だ、そんな、そんな、なんてこった、どうしたらいい。後ろ、後ろ。いやー、この演出よ。あ、レオンだなこれ。これはゲーム画面っぽいね、なんか。うわ、やっぱガソリンスタンド寄ってるね。誰もいないのか。セルフスタンドですかな。あれでもこの当時ってセルフはそんなに多くなかったような気がするんだけど。気味悪いね、確かに。おっと、行ってみる。警官の血が騒ぎますか、レオン。うわー、やべ、初っ端から怖え。周囲を探索する。待ってね、アイテムボックスはまだ開けないんだ。ああ、パトカーあるね。あれ普通銃とかって海外の警察ってなんか車の中にあるイメージあるんだけど。 L スティック押し込みで走る。丸かなこれ。あ、そのままいいのか。体験版やったんだけど操作を忘れてるね。誰かいないのか。わ、出た、怪獣戦闘。
なんか声する、声する、声する。そっちの奥だ。あ、噛まれてる。おい、大丈夫か。動かないで、すぐに戻る。なんか武器かなんか渡せよ、指刺さねえでよ。おっと、これなんか食ってんな。ちょっとしてろ。どうかしましたか。大丈夫だ、下がってろ。大丈夫じゃない。うわ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 。これどうしよう。止まれ、撃つぞ。おら、うわ、エイムが。あ、外した。まだ生きてそう。やったか。 BGM やまねえんだよな。リロード何ボタンだっけ。待って、大丈夫これ。あ、死んでいる。うわー、やられたよ。これ奥行って何かあんの。戻って、おっと、キー、鍵。どこの鍵だろうね。しかも一発も無駄にしちまったんだよな。あ、店から脱出するって書いてある。使い込まれた鍵、9ミリ弾を12発装填できる。ピザあるね。これ早く行かないとやばいかもね。やっぱり。ありえない。よいしょ。まだ立つのかよ。よいしょ、よいしょ。弾が、くそ。キーアイテムを使う。鍵などのアイテムは、調べた後にアイテムコマンドから使えると。ああ、こうか。これちなみにこっちから出る意味何。うわ、マジか。うわ、ゾンビになっちゃってる。あ、ちょっと待って、やめろ。あ、だだだだだ。マジで。ちょっと逃げよう。おー、危ない、危ないっていうか、もう一回噛まれてんだよ。あ、来るよ。おー、よかった、 QT じゃなくて。やべ、すでに噛まれてる。なんとか、ありがとう。礼を言うのはまだ早そうだ。なんなのこれ。弾ねえんだよ。うわー、いけ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 。いや、参ったねこれ。何が起きてるの。わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官。レオン・ケネディ。君は。クレア、クレア・レッドフィールド。この町の人。いいえ、兄を探してるの、彼も警官。とにかく出会えてよかった。この先一体どうなるか。これ確か事故るか、車がなんかすごいいっぱい炎上してて通れなくなって、クレアと別れんだっけか。いやー、オープニングですよ。これこれ、街もうボロボロ。いやー、大変なことになってんね。
おー、バイオハザード RE2 始まりました。もう洗礼をもらいましたけども、市民の皆さん、大規模な暴動が発生したため、ラクシティ警察署へ避難することをお勧めします。必要な方には食料や医療品を無料で支給します。これは自動音声かな。信じられない。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。噛まれた後消えてる。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ、きっといる。わあ、通行止めじゃん。こんな感じだったっけ。武器屋のおじさんのとこでね、なんかやるとショットガンもらえた記憶はあるから。しかなさそうだ。やべ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 。走るの間違い。ああ、そうだな。うわっ、あれひっくり返されるんだっけ。早くバックして。こいつらパワーあるね。あれ、なんか来た。あれ、このトラック、あれだね、オープニングの。マジか、降りるな、早くしろ。開かない、やばいぞ。捕まってろ。あ、ダメだ、意識失った。痛い。この頃エアバッグないの。そっか、これでこうなったんだっけ。クレアは？分断されたね。嘘だろ。うわ、痛い。よく無事だな、おい。お、大丈夫だ。あなたは大丈夫じゃない。ダメだ、ここは危険だ。先に行って、警察署で会いましょう。 OK、 分かった。いや、無理無理無理。どうなってる。まだ遅いからいいけどさ。さあさあさあ、あー、懐かしい。懐かしさが勝っちゃってるな。道は覚えてないけど、こうでしょう、きっと。まさかこの町の住民はみんな。あれ、こんなとこ行ったかな。ちょっと待ってね、アイテム3発しかねえよ。これもうちょっとね、残り1発になったらもう自分に向けてぐらいしか。よかった、警察。あれ、武器屋は、武器屋なかったっけ。おっと、これはどのルートで行けばいいんだ。あー、私スルーしたのかな、武器屋。やべ、来るな、これ早く行かないと。すまんね。どうして、よいしょ、鍵閉めて。いやー、これやっぱりね、グラフィックも向上してるから初代の頃より怖いわな。マップとかまだねえからね。こっちってゆくゆく行くんかね。まあ、まずはシンプルにアイテムとかないでしょ。よし、行くぞ。はい、こっからもう体験版の感じかな。おい、誰かいないのか。これインクリボン。あ、弾だ。ありがてえ、6発かい。あ、間違った。待ってね、組み合わせ。あれ、まだできないの。これ場所移動ないの。 あった、四角で場所移動。あ、このマチルダ9ミリ弾、9ミリ弾だよね。
あれ組み合わせ、まあいいか。で、ああそうだ、懐かしいな。待って、アイテムボックスにあった特別な武器、私ね、サムライエッジがありますね。これジルモデル、アルバート、9ミリ弾15発。あ、全部一緒。銃を抜く際の引っかかりを低減するためスライド小型。これ特に変わりないのか。クリスモデルはやっぱりクレアなのかな。ジル、まあジルモデル、ジル、私バイオハザード1の HD のやつジルでやったからジルもらってこうか。だからこれ打ち切ったらジルのやつ使うか。よし、装備変更。ああ、こうやってやるのね。でこれセーブね。いや弾なさすぎ、まだ。よし、こっから体験版と同じだからね、なんとなくわかるかな。まだ誰かいるはずだ。そうね、逃げてたね。まずい。ベント、ナビ、見てるか。脱出路が分かった。ここに。助けてあげないと。これ古い、古いパソコンだね。よし、でマップを開く。はいはい。なんかね、体験版のせいでここに来ると30分しかできねえんじゃねえか感がね。ちなみにこのバイオハザード RE2、 お、救急スプレーだ。 RE2 はあれかな、ゾンビ生き返っちゃうの、あの感じだと。なんかそんな感じすんだけど、気のせいかな。とりあえずこのまま行っていいんだっけか。弾まだ大丈夫、怖いな。よし、待ってね。これにしてリロードできる。あ、できた。よし、じゃあ3発の方まず持っていくよ。ひどいねこれは、これ体験版と同じだとかって言ってガンガン進んで、実は敵の配置変わってたら怖いね。ちょっと一回あれですね。お、コスチュームの項目が追加。あ、これこっからできんの。あ、ちなみにこういうのが私ありましたんで、これでもシナリオに応じて変化する通常コスチューム。あ、私違うのやってたのか。あ、これにしてたのか。ああ、まあいいか。でもこれで、いや待てよ、ごめんね、一回戻すか。あ、戻んねえあとすいません、ちょっとね、一回録画止めてすぐ再開します。はい、再開していきます。なんか右上に時間は出てますね。これタイムアタックとかもやっていくのかな。これヒューズだよね。お、びっくりした。これ救急スプレー入ったら面白いんだけど。ここ開かないはず。わー、体験版よりなんか、まあ画面の問題だけど見えにくいかなと思ったら何の音。おっと、靴があるけど。大丈夫じゃないよ、私の方が。そうだね、これ左側行って、その前にこれ直しとこう。はい、よいしょ。ここ行ってあいつ動かなかったはずなんだ、体験版の時はね。見えねえな、しかし本当に。動かねえわけねえんだけどな。フラグ立つと動くのかな。あれ全然、あ、そっか、こいつの下に弾あったんだっけ。
よいしょ。でこっちにセットして、あ、電気つけたら動く。よく見える。なんかでも撮ってたんだね、これカメラとか散らばってて、他にアイテムないよね。よし、でこっちは何もないんだっけ。 あトイレか、そうだ。いやいやいや、いねえよな。大丈夫だよな。救急スプレーがあったんだ、体験版の時は。うい、待って、最初に奥を見て、うい、あったあった、2本だね。左下があれだね、ファインコーションデンジャーだね。はいはいはい、この3発打ち切ってでアイテムボックスに入れていかないとね。ハーブとかどっかにあった気がしたけど、まだ動かないよねこいつら。なんてことだ。右側は確かまだ入れないから、そうだね、鍵がチェーンカッターでしょこれ多分。なんか声、ああそっか、わかったわかった、シャットを開けてくれ。オッケー、今開ける。助けて、頼む、捕まれ、助けてくれ、早く捕まれ。こっちだ、そっちの手も。うわしっかりしろ。足をやられたか。メモ帳、警察官の手帳ね。はいはい、3つ集めると外に出られるようになるよって。あれ絵変わってるか、あ、分かりやすくなってるのか、これライオンと葉、なんだ、葉っぱと鳥で、ユニコーン像だと魚とサソリとなんか水亀で、女神像のとこは女神の顔と弓矢と蛇。あ、これ分かりやすいね。ふう、メインホールに戻る。そう、出てきたんだよ、後ろも出てきちゃったよね確か。え、外した、よいしょ、まだ生きてる、逃げるよ、リロード。おっと、やばいやばいやばい、どっから来る、こっちにもいる、よいしょ、ダメだ、クソエムになってる。おいおい、よし、あれどっちだったっけ、こっちだ。もう弾打ち尽くしちゃったかも。逃げよう、やめてくれ。助かった、任せろ。しばらくは安全だ、うん、助かった。マービン・ブラナだ。レオン・ケネディ、もう一人警官がいた。でも立て、マービンもう死で、お前は悪くないレオン。なんか体験版の時より、こうなった原因は顔色悪いような気がすんな。さあな、分かってるのはここじゃ用心してないとこっちがやられちまうってことだけだ。先週から出勤のはずが待機命令が出て、
もっと早く来てれば。今いるだけで十分だ。服装変わったね。準備できました警部補。ここから出る方法を探さないとな。お前が会ったエリオットはこの隠し通路を探していたようだ。うん、それはいい。あなたを病院に。いや、俺のことは気にするな。でも置いていくわけには。いいか、これは命令だ。お前は自分の身を守れ。俺が行けば足手まといになる。お前にこれを。でもこれは。いいんだ。サバイバルナイフ。お前になるな。もし奴らを見つけたら、相手が警官だろうと、決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。いいな。わかりました。こりゃ相当痛いぞ。コンバットナイフ。はい、ステータス画面で装備して L1 で構えて R2 ね。で、敵に組みつかれた時は L1 で反撃。これ忘れそうだね。あー、もう銃弾私なくなっちゃってるな。これね。はいはい。じゃあアイテムボックスにアイテム収納して終わりにしますかね。ちょうど30分になりそうなので、一応私サムライエッジでじゃあ戦っていこうと思いますんで、これはしまってマチルダね、マチルダさんで、これはここに置いて、よし、この鍵使うんか。もう必要ないって出ないんだけど、まあいんねえだろうな。チェックマークついてるのって何なんだろう。まあまあまあいいでしょう。一応セーブも見てみるんじゃ。あ、インクリボンやっぱ必要ないんだよね、スタンダードの人は。はい、というわけでじゃあ今回以上にしたいと思います。次回この続きからやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。